一番欲しいパターンをご紹介できるかなと思うんですけれども、もう一つは、もうこれ、私、本当にいつも、毎回、面接の人こそ見せるんですけど、笑顔が大事なんですよ。なるほど。笑顔。これも本当に面接の真実なんですけど、もう、この方、誤解してて、面接って、すごくフォーマルな場で、真面目に最高の丁寧な敬語を使って話さないとダメだと思い込んでるんですよ。はい。いや、本当にそうだと思ってました。これですね。嘘です。ニコニコしてる人が浮かぶんですよね。そうなんですね。可愛げというか、愛嬌がある人だと思って。そうですね。笑うのってめちゃくちゃ大事で、正直働いてたらそうなんですけど、はい、笑ってれば運が見ることってめっちゃ多いんですよ。そうなんですか。めっちゃ多いよね。多いですね。逆に笑ってるというか、笑ってたら自信なそうだったら、自分がどういう自信なのかとか言われたりして、変に突っ込まれたりとか、で怒ることってあるんですけど、なんで、本当にこう今までこう何千人もメッセージを送り出してきて、はい、企業さんからフィードバック完全に感じてるんですけど、はい、こう部屋でやってるからっていう落ちた人一人もいないんですよ。本当ですか？ないです。ヘラヘラしてるからって僕結構言われるんですけど、それで落ちられてるんですか？褒められてるんですよ。すごいポジティブになれるよ。